今振り返ればですよ、超クソガキでした。一番惚れたスポーツが卓球でした。水谷さんに質問で、ひまちゃんと本気で試合したらどっちが勝ちますか？それでは皆様お待たせいたしました。本日のゲストをご紹介させていただきます。大きな拍手でお迎えください。水谷隼さん、吉田真一さんです。ありがとうございます。入場されました。どうぞ盛大な拍手でお迎えください。もう一方、特別講師としてご参加いただきます。一般財団法人日本環境衛生センター事業推進役の鈴木博之さんです。今日のイベントはアフターメトルプロジェクトとして開催しています。さて、今日は入り口にもあったと思います、個電の回収ボックス、皆さんご参加たくさんいただいたようでありがとうございます。そして水谷さんもね、ゲットしました、獲得しました。メダルにも私たちが、ね、集めました個電というものが使われていたんです。鈴木さん、全国的にこの取り組みは行われていますが、大館市はかなり先駆的な活動だったんですよね。はい、そうですね。我々が使っている電気製品たくさんあります。で、エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機以外、それ以外のものの全ての電気製品がほぼ小型家電になると思っていただいていいですね。だから僕らの生活の中にたくさんあるんですよ。で、それをリサイクルして、再資源化する小型家電リサイクルなんですけど、でその中でもメダルを水谷さんに取っていただいたのがものすごく嬉しかったんですね。大館の市民の皆さんが、大館市役所が考えてくれたことを、それに一緒に力を合わせて日本の全体を引っ張ってくれたということがあると思うんですね。皆さんありがとうございました。お二人いかがですか？皆さんのたくさんの思いが詰まったメダルでございます。はい、俺なんかのクイズ番組で結構特集されてたんですよね、このリサイクルされたっていうのは。まあ、それですごく感激を受けてですね、もうみんな国民が一体となって獲得したメダルだったなって僕は思いますね。はい、本当に感謝してます。吉田さんはどう思いますか？小さなものから積み重なって皆さんの協力を得て、で大きなものになる、すごい価値だと思います。そういったところで水谷選手が取ってくれたっていうのは本当に嬉しかったです。大きな拍手をお願いいたします。今日はたくさんの子どもたちが参加してくれているので、水谷さんと吉田さん、どんな少年時代を過ごしていたか、そして卓球を始めたきっかけについて教えてください。まずは水谷選手お願いします。はい、まあ、卓球を5歳で始めたんですけども、ちょうどその時に、まあ、サッカーとか、まあ、ソフトボールとか結構いろんなスポーツをやってたんですね。まあ、どれもすごく好きで、どれも楽しかったんですけど、まあ、ただそんな中でやはり卓球がですね、一番楽しくて、そして難しくて、まあ、一番惚れたスポーツが卓球でした。卓球のいいところっていうのは、小学生が大人に真剣勝負をして勝つことができるんですよね。やっぱりそれがすごく僕は小さい時から、まあ、すごく好きで、両親もそうですし、大学生とか、まあ、そういう人に真剣に戦って勝つことができた、そこにすごく魅力的だなというふうに僕は思ってずっと卓球をやってきました。卓球を始めた理由はですね、もう本当に単純で、両親が卓球のスポーツ少年団を開いていたのと、まあ、兄弟がいるんですけども、まあ、兄貴も卓球をやっていてですね、家に卓球台もあったので、もう本当に自然な流れで卓球をやって続けた理由は、今言ったように本当に卓球が楽しくて奥深くて好きでした。そうなんですね。小学校時代どんな少年だったんでしょう？今振り返ればですよ、超クソガキでしたよ。本当にそろばん行くって言って、
サボってゲーセン行ってたりとか、習字行くって言ってサボって友達の家に行ってたりとか、そういう生活だったんですね、日々。でも今お話にあったように、卓球以外にもソロバン、習字、いろんなピアノ、すごい習い事。一番忙しかったですね、小学校時代が。はい、続きまして、吉田さん、車椅子になられたきっかけというのが高校時代のバイク事故ということだったんですが、それまで卓球はやられてたんですか？いや、私は卓球は目もくらみませんでした。そうだったんですね。はい、きっかけと言ったら、ここにいる皆さんとは多分全然違うのかなと思いますけど、私の場合は、車椅子になってから、車椅子で、競技できるものは何かっていうところからの選択が始まりました。はい、まず、そういった競技をまず見ることから始まって、車椅子バスケットボール、それから、テニス、それから、マラソン、陸上ですね。はい、結構ハードなスポーツであって、私は目の当たりにしてみたときに、もうこれは絶対無理だな。はい、こんなことしたら逆にもっと怪我しちゃうなっていう。私はまずそこもう消去法から入っていきました。はい、で、卓球をちらっと見たんですね。卓球を見た時に車椅子に乗ってただ返して、卓球競技っていうのは一本でも人より相手より多く返したら勝ち、点数がもらえるっていう競技だっていうところからですね、卓球ならできるんじゃないかなって本当に甘く考えてました。はい、先ほど水谷さんがよくおっしゃったように、卓球って奥深い、皆さんもご存知だと思います。正直私の場合は壁を越えることの楽しさを覚えてしまったんですね、卓球で。そうすると自分が負けた、なんで負けたんだろう、で、試合が終わってすぐそのまま帰ってきて練習をしてっていう繰り返しをしました。まあそのうち、まあ、イコール卓球が好きというふうに言った感じでした。ここからはオリンピック、パラリンピックのお話に移ってまいりましょう。水谷選手、オリンピックどんな経験だったか、またメダルにかけた思いを改めて教えてください。はい、今回の東京オリンピック、僕は4回目の出場だったんですけども、前回のリオデジャネイロオリンピックでは、男子では史上初のメダルを獲得することができて、まあ、そこで一つ自分の中では満足した部分はあったんですね。一つオリンピックのメダルっていうその夢を叶えることができたのはすごく嬉しかったんですけども、メダルを取ったらやはり次は金メダルだっていう声も多くてですね、まあ、自分自身も確かに金メダル欲しいなと、まあ、でもやっぱ現実は中国という強い国があって、本当に果てしなく高い壁なんですよ。まあ、今回は1年オリンピックがですね初めて延期になるということが起きてですね、まあ、あんまりこう勝ち負けというよりも自分は東京オリンピックでもう引退するって決めていたので、とにかくこの27年ずっと卓球やってきて、その最後いいプレーをして卓球を終わろうかなっていう気持ちでした。では今までの人生すべてかけるような、そんな思いで臨んだオリンピックだったんです。1日が10日分ぐらいあるような、なんかそんな凝縮した5年間だったような気がします、ね、そうなんですね。緊急事態宣言が出たじゃないですか、はい、であの時は本当に僕らも練習したらダメっていうふうに言われていたので、一切家から出ることもなく1ヶ月半か2ヶ月くらい練習ができなかったんですね。でもオリンピックはどんどん近づいてきていて、1日練習しないと回復するまでに3日かかるとか言われるんですけども、やっぱ1ヶ月半練習しないってなるとやっぱ回復するまですごく時間かかるんですね。で、合宿が始まってですね、初日を終えたらですね、もうめちゃくちゃしんどくて、最初の3日間ぐらいは1日13、4時間寝てましたね。もう疲れすぎて、もう毎日倒れるんじゃないかっていうぐらい自分を追い込んでですね、一生懸命やって、まあ、ただそれを繰り返すだけですね、本当に。さあ続きまして、吉田さんにお話をお伺いしますけれども。私は、水谷選手とは全然違ってですね、初めて2016年パラリンピックに出場することができたんですけど、やはり、その時私が思ったのは、出場することだけっていうふうに考えている選手は結局出場するだけで終わってしまうんだなと思いました。車椅子の競技のクラス分けっていうのがありまして、クラスが1から5までありまして、その5というのが一番症状が軽い方ですね。最も低い1っていうのは、頸椎損傷とかでやっぱり腕とかも効かない、ラケットすら握るのもやっとだっていうくらいでこうバンテージで巻いてプレーをするっていうくらい
で、クラス3っていうのは本当その中間でっていう形で、簡単に言うとですね、皆さんここに今座っていらっしゃいますけど、後ろからポンって押されただけで倒れちゃうのがクラス3だと思ってください。要するに財バランスが取れない状態ですかね。そのクラスではですね、日本では初めて、ランクインしてでのパラリンピックに出場できたのは私が初めてっていうことだったんですけど、実際じゃあ試合はどうだったのか。やはり水谷さんが言ってらっしゃったように、車椅子の世界も中国が強いんです。はい。で、その中国の選手と当たって10対7、10対8、10対9と全部私がリーチをかけたんです。なのに全部ジュースでひっくり返されました。はい。というくらいに卓球は1点を取れないやつは負けるんだなっていうのはしみじみ思い知らされた大会でした。で、リオにいる間で次の東京で頑張ろうっていうふうに思って帰国したんですが、東京は世界最終トーナメントで負けてしまって、出ることができませんでした。ということでラストチャレンジとしてですね、今はパリに向けて、練習しているところです。高橋を聞いてもどうしたら時間がなくなるかになくて、もっともっと聞きたいと思いますが、ここで質問コーナーに移らせていただきます。水谷さんに質問で、今ちゃんと本気で試合したらどっちが勝ちますか？いや、いいとこ攻めてきますね。初めて言われたかもしれないですね、この1年半で。多分僕負けますね。はい、負けます。はい、負けます。勝てないと思います。はい、ありがとうございます。多分試合する前になんか負けてる気がするんですよ。はい、質問ありがとうございます。大きな拍手お願いします。水谷さんに質問で、おすすめのラバーはありますか？おすすめのラバーですか？もうそれはもちろん僕が使っているディグリッツ80。さらに言うなら、おすすめのラケットは水谷隼人。はい、ラケットとラバーセットで使っていただけると。後で買いに行きたいと思います。はい、全部で5万くらいするんで、ちょっとしっかりお父さんお母さんに相談してね。はい、ありがとうございます。ということで、名残惜しいですが、お時間でございます。以上をもちまして、トークショーを終了させていただきます。改めて